行為書につきましては、今年度内をめどに一度リセットする。その協議がなかなか前に進まない、出口が見えないと。静岡大学と浜松医科大学の再編をめぐっては、2019年に2つの法人を1つに統合した上で、静岡と浜松に新たな大学を作る一法人二大学案で合意書を交わしました。これにより浜松に医学、工学、情報学が連携した新たな大学が誕生すると期待の声があった一方で、静岡地区の新大学は今より規模が縮小する恐れがあるなどとして、静岡キャンパス側が猛反対し、再編は延期に。この調整役として3年前に学長になったのが、再編に慎重な静岡キャンパスの蹄和幸学長でした。浜松キャンパス側から合意書通りの再編を求める声が上がる中、蹄学長は合意書とは異なる1大学2校案を発表し、学内の協議を経て静岡大学の正式な案としましたが、浜松医科大学は合意書通りの再編を望み、この案を受け入れませんでした。その中、任期満了に伴う次期学長選考が行われ、教職員による投票の結果、現職の蹄和幸学長に587票、合意書通りの再編を目指す近藤誠副学長に460票となり、学長選考、監察会議を経て蹄学長の再任が決まったのです。今日の会見で蹄学長は、意向投票の中では、本学の意思といったものが示されたというふうに私は理解しております。意見の違いといったものが あることは間違いないんですけれども、それがやっぱりですね、大きく大学全体の一体性を損なうような方向に持っていってしまうということは良くないというふうに考えていました。着手点を見つけていきたいということでやってきましたけれども、もう3年半このことについて議論をしてきたので、もうそろそろまとめの時期に入らないといけないと。この発表に浜松医科大学の今野学長は、合意書に基づき膨大な時間をかけて議論を重ねてきた、直近の協議会でも合意書の有効性を確認した蹄学長がリセットを会見で話したのは大変遺憾であるとコメントしています。